はい、こんにちは、シャスカです。今回は哲学入門の第56回になります。ご視聴感謝してます。今回第56回のテーマはフロムです。ぜひ最後までご視聴ください。まず、哲学とは、人間とは何か、人間はどのように生きるべきかを問い、答えを求めることと。で、哲学の語源はフィロソフィア、ソフィアを愛すること、つまり知恵を愛することというのが語源になっているということですね。で、哲学者というのは絶えず無知を自覚しながら人間としての生き方を探求するものと。で、理性の働きへの反省ということで、近代ヨーロッパで誕生した科学技術は人間の身体を含めた全ての自然を支配し利用するための対象と捉え、人間理性をその支配の道具としたと。で、20世紀に入るとすでに見たハイデガーのように、こうした科学技術とそれに基づく文明の在り方を根本的に批判する思想家が現れてきたということですね。はい、ということで今回はフロムという、人ですけど、1900年から1980年と、ドイツの社会心理学、精神分析、哲学の研究者、マルクス主義とフロイトの精神分析を社会的性格論で結びつけた思想家ですということですね。まあ、マルクスっていう人はどちらかって言ったら外側ですよね、システムの方をすごくこう注目した思想家ですよね。資本主義という考え方、システムよりも社会主義という仕組み、システムの方がまあいいということで提唱した思想家です。一方、フロイトという人は逆ですよね。心の内面の方をすごくこう注目して、心の中には無意識の領域があるということを発見した人です。ですから、マルクスの外、それからフロイトの内と、この外と内をまあ結びつけるような思想家がこのフロムという人物だと言っていいんじゃないかなと思います。で、フロムはファシズムを生み出した大衆心理について優れた分析を行ったということで、ファシズムっていうのは独裁的な政治体制による全体主義、ファシズムって言ったら、まあ、簡単に言ったら全体主義なんですけど、個人主義もしくは自由主義の対極ですよね。個人主義とか自由主義っていうのは、一人一人の個人っていうのを何よりも大事にするとか、一人一人の自由っていうのを何よりも大事にするっていうのが個人主義とか自由主義っていう感じになりますけれども、その対極が全体主義ですね。まあ、例えばそのイタリアなら、イタリアっていう国全体を重視する、個人よりも、もしくはドイツという国全体を重視する、個人よりもっていうような考え方ですね。もともとはイタリアで生まれた言葉で、イタリアでですね、あの政党、ファシスト党っていう政党があったんですね。当初はムッソリーニという人でしたけれども、ムッソリーニ率いるファシスト党による独裁的な政治体制のことをファシズムと言って、でそれがまあドイツだったらナチス、ヒトラーにおける独裁的政治体制、そしてその個人よりも国、自由よりもその全体というのを、すごく重視した、考え方っていうのが生まれたわけですね。で、なぜファシズムが生まれたのかと。で、自由からの闘争ということで、現代人は近代が理想とした自由を獲得したが、自由のもたらす孤独感と無力感に耐えきれず、かえって力強く自分を導く権威への服従を求めるようになるということで、人間は一回自由を獲得しましたと、ね、自由を理想というふうに考えてたわけですよね。で、それを獲得した、もともと歴史的には絶対王政という王が絶対的な権力を握っていてですね、まあ、国民っていうのは、まあ、ある意味奴隷とか家臣的な扱いだったわけです。イギリスだったらエリザベス1世による絶対王政とか、フランスだったらルイ14世による絶対王政とかっていうのが敷かれてたわけですよね。で、それがイギリスだったら政教徒革命、名誉革命、フランスだったらフランス革命によって絶対王政というのは倒されたわけですが、理想としてた自由をいざ獲得したら、一人一人が孤独と無力感っていうのを覚えたということなんですね。いざ自由にやっていいよって言っても誰に聞いても答えがないわけですよ。なぜなら一人一人は特別でオンリーワンだからですよね。だから、周囲の人にどうやってじゃあ自由を与えてもらったんだけど、この後どういうふうに生きたらいいですかって聞いても分かんないと、ね、誰も自分とは違うと、だから答えがないわけです、一言で言うと外にね。だから、どうしても自由っていうのは一人一人に孤独っていうのをもたらすわけですよね。で、その孤独っていうのがきつい、辛いと、でそれに耐えきれないから自分からですね、獲得したはずの自由っていうのを捨てて誰か権威に服従しようというふうにするわけですね。だから自由を獲得したんだけど自由から逃げ出すということで、自由からの闘争という言葉が使われています。
で、なぜということで、自我が未熟なために自由であることを恐れる現代人は、他者と独立対等な関係を結ぶことができず、服従と支配の関係に安住しようとするということで、まあ、ここで言う自我っていうのは、フロイトの自我っていう言葉を思い出していただければいいと思うんですけれども、フロイトはですね、超自我、自我、無意識って3つで説明したんですよね。超自我、自我、無意識と。で、無意識っていうのは生まれたばっかりの、まあ、赤ちゃんが持ってる心です。無意識ですね。欲求欲望の塊なんですよ。だエネルギーがものすごいわけですよね。で、超自我っていうのは逆に親とか学校の先生が持ってる権威ですよね。で、欲求欲望を抑えつけようとする、後から教育によって作られたものが超自我です。で、無意識は自分の欲求欲望を実現させたいと。で、超自我っていうのはそれを抑えつけようとする。で、どっちなのって。この瞬間は自分の欲求欲望を通した方がいいのか、抑えた方がいいのかっていうのを判断する調整役が自我。真ん中の自我っていうやつですね。で、自我が未熟だと判断ができないわけです。この時は欲求欲望を通した方がいいのか、それとも超自我っていうことで抑え込んだ方がいいのかっていうのが判断できないわけですね。なので、自我が未熟だと結局自由であることを恐れてしまうと。もし自我が成熟してるとですね、あ、この時は自分の欲求欲望を通そうとか、あ、この時は抑えようとか、そういうことをこう自分でできるように、ちゃんとコントロールできるので、人とですね、誰かに対して偉そうにするわけでもなく、誰かに服従するわけでもなく、互いに一人一人独立対等な関係っていうのを結んでいくことができるわけですけど、その調整がうまくいかない、どういう時に自分の欲求に従った方がいいのか、どういう時は抑えた方がいいのかっていうのが自分で調整できない人は、もう誰かの指示命令に従った方が楽ということを選んでしまうわけですね。で、自我が未成熟な人間を飲み込んでいったのがヒトラーのナチスという政党だったわけですね。で、ファシズムの信奉者たちはヒトラーという権威のために喜んで自己を犠牲にする一方、自分たちよりも弱い立場のユダヤ人を虐殺し、自らの劣等感を解消しようとした。本当は理想的には一人一人が独立対等で、みんなが横にこう人間関係を築いていくことっていうのが理想的なんですよね。ところが当時のそのドイツなりイタリアの国民っていうのはそれができなかったわけです。ね、自分が、自由に生きていいよって言った時にすごく孤独ですと、自分の独立精神っていうのを、保ち続けることができなかったわけですね。だから誰かに服従してその人の指示命令に従った方が楽だということで、ドイツだったらヒトラーという強い権威が、作られたと。ね、ヒトラーという人は民主主義で、国民の投票によって選ばれてますので、まあ、ヒトラーという独立した権威、強いリーダーというのが、まあ、作られたわけですね。そして、人々っていうのは、ね、結局ヒトラーに従おうと、権威に従おうとしたわけです。でも誰かを見上げるっていうことは、誰かを見下すっていうのをやらない限り心のバランスが取れないわけですよ。本当は人間っていうのは誰かを見上げたいっていうふうにね、思ってないわけです。本当はみんな自分が独立対等で、横にこう人間関係っていうのをこうフラットな関係で作っていきたいわけですけど、まあヒトラーっていう人がこう一人上に祭り上げられると、ほとんどのドイツの国民の人たちからしたら一人の人をこう見上げてるわけですよね。で、そうすると心のバランスが取れないから、必ず誰かを見下さないといけないわけです。で、それで選んだのがユダヤ人だったわけですよね。自分たちはヒトラーに付き従っていると。で、そこで劣等感を覚えていると。じゃあその劣等感を晴らす対象は誰かって言った時にユダヤ人だったわけです。で、そうして一人一人が心の中のバランス、誰かを見上げて誰かを見下すっていうことでバランスを取っていたというのが、実はこのファシズムというシステムが生まれた原理なんだということで、フロムは主張したわけですね。で、フロムは非合理的なナチズムの専横を支えた社会的性格を権威主義的性格というふうに名付けたと。まあ、権威に付き従った方がいいということで、権威主義的性格というふうに名付けたわけですね。結果的にどうなったかって言ったら、イタリア、ドイツっていう国が中心になって第二次世界大戦が起こり、世界中で数百万人という人が死んでいったという悲劇が起きたわけですね。なので、フロムは抑圧や強制からの解放という消極的な理由にとどまらず、主体的に自己の行為を選択する積極的な自由の重要性を説いたと。
要するに一人一人のが自我が未熟だからこういうことが起きるわけですよね。自我が成熟していて、あ、この時は自分の欲求欲望を通そうと、この時は抑えようということで、自分自身を犠牲にするわけでもなく自分だけが得するわけでもない、そういう一人一人が独立精神っていうのをしっかり持って対等な横の人間関係っていうのを築くでいくということができるようになれば、だからまあ自分で積極的に自分の行動っていうのを選択できるような自分になっていきさえすれば、まあ、こういう悲劇っていうのは起こないわけですよね。なのでフロムっていう人はこの積極的自由ですね、主体的に自己の行為を選択する積極的な自由の重要性を説いた。言い換えたら、まあ自我をしっかりと確立していきましょうと、ね、超自我と無意識を調整する自我っていうのをしっかりと作っていきましょうということが言えた、主張として言ったわけですね。はい、そして科学技術がもたらしたシステムの方へ批判を向ける思想家っていうのも現れてきます。はい、ということで、次回第57回はハーバマスという、人をやっていきたいと思います。次回もどうぞお楽しみに。もし、今回の動画があなたの何らかのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です。これを見てください。67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているのでビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのにあなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、お金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、
ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。